シオン、本気でアイが言ったことを信じてるのか。権田隊が生きてると。信じることは間違ってますか。私にはそれよりも真実を隠しているソードの命令を信じる方が。もうそれ以上言うな。いいえ、彗星は本当に地球に衝突するはずだったんですか。山並大佐、ウェーバー参謀の命により葛城少尉を反逆罪の容疑で拘束します。シオン、俺も熊代愛が今まで何一つ嘘をついていないことは分かっている。大佐。しかし俺は軍人だ。上官の命令には逆らえない。もしかして家出中なん？ちょ人間かてって、こっちも同じやから家出中。駆け落ちしてなあ、うちに来へんか。狭いけどここより全然マシやから。ほら、あのアパートの2階。お腹の方が正直やで。ちょっとやかましいの愛嬌や。あんた、その子誰？家賃払わないくせに勝手に止めたら許さないからね。いとこです。引っ越しの荷造りを手伝ってもらうんです。どこ？そうか、ならさ、いつ出てくのさ。お腹の子が生まれる前に早く出てってくれよ。赤っぽうるさくてしょうがないんだから、私は大嫌いなんだよ。本当に大丈夫？かまへん、いつものこっちゃ。今のは大家さんや。うち家賃4ヶ月もはめとってんねん。なあ、自分の名前は？愛です。愛ちゃんか。うち聖子。遠慮せんと、はよ入り。この写真の人が彼氏ですか？そう、ケンちゃん。中学の時の2個上の先輩。ええ男やろ。ちょ、テーブル拭いてくれる？あ、はい。高2の時から付き合い始めてもう3年や。で、赤ちゃんできました、結婚します言うたら、親からなんからみんなに集中砲火で責められてな。それで駆け落ち。ピンポーン。ケンちゃんはまだお仕事中なんですか？はい、ラーメンお待たせ。よいしょ、おっと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 。はい。ケンちゃん今な、仕事で遠くに行ってんねん。そうなんだ、寂しいですね。全然、離れとってもな、二人は愛し合うてますねん。はよ食べ、伸びるねん。いただきます。おいしい？うん。な、それ食べたら一緒に銭湯行って一番風呂と行こうか。愛ちゃん結構汚れてるみたいやし。
細胞を自らの体に注射したと。早く奴を探し出せ。騒ぎになる前に始末しろ。参謀、参謀は彗星を攻撃したのは正しかったとおっしゃいましたが。彗星は間違いなく地球に衝突したのだ。私の選択に間違いはない。愛ちゃん、好きな男の子おんの？え、そりゃおるわな、なあ。あのね、聖子さんと同じ2年上の先輩。いや、ほな付き合って一緒になるしかないって。まあ、赤ちゃん動いた。触らせて触らせて。してるのって親友なんだってさ。え？あのシオンって人逮捕されたの？多分な。連絡が全く取れない。覚悟の上で愛を助けてくれたんだ。そういうことだ。よかった、愛に3人目の味方ができて。3人か。俺、シオンさん、そんで、ウー。俺だろ。まだだね、実績がまだない。わかったよ。じゃあ俺が必ずお前の元に彼女を連れ戻してきてやる。誰よりも先にな。一応期待しとくよ。ところでお前、もう告白したの？ダメだな、若造。お前練習しようぜ。好きですっつってやめろよ、ふざけんなよ。喜ぶんだってこういうのは。お前、女がこの度は硬いよ、お前それ。おはよう。よう寝とったわ。それな、よかったら使うて、お風呂やけど。部屋に動物を持ち込んだんだって。浪人男が教えてくれたんだよ。
そうだよな。はい。隠したって無駄だよ。あんたのいとこなんて嘘だろ。この子がゴミ捨て場に寝てたのは知ってんだよ。家出娘だね。早く追い出さないと警察に連絡するよ。まったく、男に逃げられた代わりに今度は家出娘かい。お腹の子がかわいそうだよ。平気平気、警察に連絡する気やったら昨日のうちにしてるって。ほんまにうるさいばあさんやで。人の彼氏やとか赤ん坊のことなんかほっとけっちゅうねん。そやけど、うわすごいな。大阪の弟に見せたったら絶対びっくりするわ。こしょばいって。聖子さん、ごめんなさい。私、あ、そんなん証言といてって。で、なんでうちが慰める？あのね、ケンちゃんはきっと帰ってくるよ。ありがとう。熊代清美さんね。ええ。あなたの娘は生きてる。はい。あなたは尾行されてる。乗りなさい。教えてください。一体どういうことなんです？愛はどこにいるんです？それは分かりません。分からないって。彼女は宇宙人に操られてる。まさかインターネットで噂になってる？ええ。だからあなたに連絡もできない。愛、愛、ね、お願い、愛を助けて。どうやったら愛を助けられるの？無駄よ。警察は何もしてくれない。世間が大騒ぎになる前に政府は宇宙人を退治したい。彼らは手段を選びません。最悪の場合は娘さんは宇宙人と一緒に抹殺される。ふざけないで。愛は私の娘よ。絶対にそんなことさせない。ええ、一緒に何とかしましょう。もう14歳なのよ。たまにはお母さんに代わって掃除してくれるとか洗濯物畳んでくれるとかしてくれない？お母さんと二人きりの家なんだから、娘も協力してくれなきゃ。お母さん、会いたいよ。今なら私何でも手伝うのに、何でも協力するのに。帰りなさい。あれ、どないしたん？なんでもないです。
掃除も洗い物も全部してくれたよね。ありがとう。はい。そうか、それでお母ちゃんのこと思い出したんや。え、わかる。うちも離れて暮らしてからやお母ちゃんへの感謝の気持ちができたんわ。聖子さんも？お母ちゃんほど強くて優しい人は世の中におらん。ほな、お母ちゃんとこ帰り。仲直りするええチャンスやんか。そりゃうちも愛ちゃんがいてくれた方が心強いけどな。けどきっとそれがええんよ。ごめんなさい。そうします。そうし。はい、よいしょ。およいしょ。ごめんね。うん、私ここがあまりに楽しくてお前に行きたいところがあることも忘れてた。これでいいんだよ。行こう。近田さんを探そう。熊代は情報入ってません。母親の方はまだです。目撃情報も皆無。名倉はこっちもありません。一体みんなどこに隠れてやがんだい。どうしたチーム E、 熊代愛の母親見つかったのか。いいえ、それが妙なものが。なんだ。とにかく映像を送ります。大佐、これは？大佐、心配ありません。もうこの部屋の会話は流れることはありません。どういうことだ。俺たちを舐めるなっていう話です。このことは一切誰にも報告するな。ウェーバー参謀にもですか？一切誰にもだ。ウーア今も権田さんを探してる。私には分かるの。絶対に探してる。こちらへどうぞ。まずはこちらへ。助ける。お世話になりました。あ、ちょ待って。よいしょ。これな、うちが初めてケンちゃんとデートした時につけとった口紅やね。せやからこれ愛ちゃんにあげる。大好きな人と結ばれる魔法の口紅。ありがとう。頑張ってな。はい。もっと強い電流が必要だ。このままでは俺が怪獣に同化される。うや怪獣ごときに負けてたまるか。この俺が全てを支配する。
ない。おい、ロディ男、二丁目の豆腐屋の隣に梅子さんとおさんまさんが住んでるから、あんた人貸しして呼んできな。おさんまさん、わかりました。何やってんの、ほらお湯沸かして。おお、たくいさんっていう時に何の役にも立たないんだから。オッケー、オッケー。もうじきおさんまさんが来るからね。ついてきたから。さこさん頑張って。もうなんだよ本当に。食べた。早く上がんなよ。我慢できるか？できます。大丈夫、こんなにめでたいことしたんだもん。来年は絶対合格するって。お兄さんなら大丈夫。あいちゃん、お母さん、聖子さんの赤ちゃんが無事に生まれたよ。みんなで応援して。聖子さんもとっても幸せそうだった。お母さんもきっと私が生まれた時に、お
母さん、ありがとう。お願いします。どんな小さな手がかりでも結構です。大佐、ご連絡ください。愛は、熊代愛は宇宙人に操られてこの東京のどこかにいるはずです。いいですね、お願いします。どうか愛を救ってやってください。どうか娘を助けてやってください。愛は私の命です。 Well done. There's no place left for Wu and I to hide, huh?事件当日は学校の制服を着て外出しました。 And finishing them off. 届いた写真によります。 You're dismissed. Return to your home base at your earliest opportunity. Yes, sir. 娘を助けてやってください。娘は私の命です。愛をどうぞ、宇宙人から、怪物から、助けてやってください。こいつは危険な生物なんだ。違う。やめろ、中倉。ユートピアの実現、それが博士の最終目標。どうしちゃったんだ、俺は。雨に降られた。